はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。セリオンズ実況チャンネルへようこそ。セリオンズデッキ製造工場長のリです。さあ本日なんですが、セリオンズ無限列車編をねお見舞いしていきたいというふうに思っておりまして、今回はマシンナーズ、無限列車デッキにですね、セリオンズキングレギュラスは、当たり前に入るんですよ。なんなら、このデッキがね、セリオンズキングレギュラスサーチできますんで、一番強いまであります。キングレギュラスをうまく使いこなせるという意味では。とても簡単にですね、キングレギュラス出せるんですね。リバーストームっていう、このモンスターが、オーバーレインユニットを一つ使うと、機械族地属性モンスターを手札に加えるという効果がありまして、これでレギュラスを持ってこれるわけですわ。なので、しかも、このデッキはね、ひたすらに墓地に機械族が溜まりますんで、当たり前に、コストはあるということで、キングレギュラスの装備が結構簡単にできると。で、しかもユニオンモンスターも内蔵していると。キングレギュラスっていうのは、機械族を装備するんですけど、ユニオンモンスターって装備解除して出てこれるんで、なんかめちゃくちゃ相性いいんですよ。だから、レギュラスで、ギアフレーム装備、装備解除特殊召喚っていう動きが普通にできるんで、これめちゃくちゃ強いという話ですね。で、今回の、ギミックなんですが、うちの竜の幹部会っていう、メンバーシップにマシンナーズのプロがいまして、その、プロからね、結構展開とかいろいろ教えてもらって、組んできたデッキとなっております。このデッキ先行あんまりねやる、超展開長いくせにあんま妨害が構えられないんですよ。ある程度の手札、手札1枚から2枚ぐらいから、スペリオルドーラと墓地にカーネルみたいな感じで構えていければ一番いいのかなという感じですね。で、スクレイパーっていうモンスターがいて、どれやこれか、これがね、貪欲な壺できるんですね。自分の墓地から除外すると、この効果を使ってなんかその2枚ドローして、で、その2枚ドローで手札誘発とかその、神の通告とかを引いて妨害を構えていくっていう、なんかすごい展開長いくせに先行そこまでその妨害数が自分たちだけでは用意できないので、先行の妨害はそういう感じで用意していくと。で、ワンキルとかは結構得意で、3ターン目、それから高校のワンキルは意外と得意で、結構ね、展開力に優れてますんで、しかもなんかどでかいモンスターがいっぱい並ぶんですよ。マシンナーズ・フォートレスやら、ルインフォースやら、カーネルやらなんやらね。なので、先行では、3ターン目の準備をするみたいなイメージで回してもらって、で、先行頑張って2ドローでなんか手札誘発とか引いて、耐えて、で、返しでルインフォースとかカーネルでぶん殴って勝つという感じのイメージで回していただければいいのかなと思いますので、早速ね、やっていきましょう。展開、かなり、ややこしいですが、最後までお付き合いください。デュエル3倍。うわー、アンクラスペア引いてもた。アンクラスペア引いてもた。一番引いてはいけないモンスターを引いてしまったな。しょうがないんで、ちょっと普通に無限起動の展開をしに行くしかない。レギュラス引いてんのは強いか、普通に。アンクラスペア君がね、手札に来ちゃうとね、ちょっとやっぱ若干サーチした時に特殊ができるっていう効果があるんだけど、アンクラスペア君。マジでね、意味ないんだよね、その効果が。なんで、そういう時は、しょうがないから、普通にコストにしていくしかないという話はあります。一旦アンクラスペア切って、レギュラス、いつ出すか問題なんだけどな。デリックレーンは多分持ってきた方がさすがに良さそうだな。デリックレーン持ってきて、とりあえずレギュラス効果使って、一応誘発だけケアしながら動きますか。はい。うい。うい。これを先に出しておくことによってね、展開が、邪魔されないんでね。はい、こういう意味では、レギュラス君は非常に無限起動の救世主になってくれるかなと思います。なんならこのハーベスター召喚で、なんか向こうって言われたら普通に展開取れば全然あるからな。ブルータルドーゼー。貫通もちろんできることもあるけど。で、ブルータルドーザーも出しに行っちゃっていいか。もう、プラチナガジェットとかも出さないんで、この効果の発動、地属性、機械族しか出せなくなっちゃうんですよ。だから、プラチナガジェットとかが出せなくなっちゃうので、使うときはもうなんか覚悟。はい。覚悟を持ってね。まだ。で、トレンチャーも一応出しといて、これは墓地に送りたいんでね。出しといて、でレベル5のモンスターが2体でオーバーレイを先にする感じだな。デリックレイなんてのはね、別にどこでもいつでも出せるから、今出してもいいし、出さなくてもいいみたいな感じですね。一応2秒ケアはできるんで、今出してもいいですけど、別に。はい。リバーソーム、ぽいで、そろそろ出しに行くか。そろそろ出していいな。2秒で出そう。で、
はい。で、リバーストームの効果発動。オーバーレイユニットを一つ使うと、デッキから機械属地属性を手札に加えることができる。さすがにフォートレスを手札に加えておいた方がいいと思われる。で、バリスティ出して、バリスティックシュール。バリスティックシューターの効果。デッキからギアタウンか、アンティークギアモンスターを持ってこれるという効果で、ボックス加えて、で、ボックス効果で、攻撃力か守備力か500のやつ持ってこれるんで、ロックアンカー持ってくる。で、フォートレス先だな。フォートレス効果、手札からレベルが8以上になるようにモンスター捨てて特殊召喚。で、とりあえずリバーストームの効果を発動して、バリスティックをリリースしながら出して、で、もう一発ゴライアス出して、ここからですね、墓地ですね、機械属をいっぱい貯める作業をしないといけなくて、それをすることによって、墓地に機械属が溜まり、で、墓地に機械属が溜まるとスクレイパーのコストが用意できるみたいな感じになっております。はい。で、アンガーナックル効果、ロックアンカー捨てて、で、レベル10を蘇生、効果を無効にして蘇生で、自分の墓地のトレンチャー効果で、ここでハーベスター、これレベル8なのがめっちゃ偉くて、キングレギュラス君がこれハーベスター効果でレベル8指定してあげるとレベル10にできるん でレベル10のモンスターに対してオーバーレイができると、これかなり優秀です。レベルもね、レギュラス君は全てが噛み合ってると言ってもいい。はい。まあ、これで一応ですね、展開終わりましたんで、スクレイパーで戻しましょう。さあ、スクレイパーで、使ったエクストラデッキとかのモンスターを中心に、デッキに戻してあげて、で、そこで、まあ、ドローを入れる感じですね。はい。まあ、こうでしょうね。ここでいきましょう。めちゃくちゃいっぱい戻しますよ。弱えー、やべえ、60秒しかねえ、弱えー、でもエンドかこれ。でここで紙通とかで、ね、引けたり裏とか引けたりするとまあギリ耐えてんだけどさ、ここの2ドローがこうなるとねめっちゃ弱いんだよね。これで今棒が、まあ、2個です。今一応ここ2個で、まあ一応裏とか紙通引いてたらもうそこに妨害がもうちょっとプラスされてんだけどさ、うわキモいデッキ、そのタイプのデッキ、ゲボキモタイプのデッキじゃんこれ。うわーうぜー。まあ、とりあえず超ド級砲塔列車スペリオルドーラの効果、これでこうだな、でこうだな、で相手のカード破壊、オッケー。ターンチェンジ、あれ、あ、そっか、メインフェル中だけか、アンガーナックルは、あ、そっか、メインフェースだけか、オッケー、いいだろう。ですね、とりあえず、いや、これさっきじゃあれだったら、エインフェル中にスペルドラの効果使ったら創生できたのか。まあ、いっか。アンガーナックル効果、手札を1枚墓地を送ることによって、自分の墓地からレベル10のモンスターを効果を無効にして得しようか。さあ、どうする、まあ、言うてね、今、レギュラーソロの効果あるんで、午前試合は、別にいいですよ。てか、属性ほんと知しかないんで、別に何も刺されません、このデッキ。午前試合、ほんと何も、何一つ刺されません。群雄割拠も別に刺さんないし、なんで群雄御前はなんなら自分で積むタイプのデッキなんで、なんとかなりますよ、これ。午前試合だけであれば。これなんだろうな、これ、事故ったルーンではない。なんか、罠系のデッキ、わかんねえな。展開奏者の効果使っちゃうと、ちょっとダメージがゼロになっちゃうんで、勝てないからダメで。で、これでグスタフマックスを出していこう。一応、グスタフになんか対象を取って、なんかしてくるっていう効果があれば、スペリオルドーラで守ってあげればいいんで。はい。で、グスタフマックス君の効果で、これ2000番入れられますけど、なんかあります？まあ、1回向こうあるから、さすがにこれ制圧できたかな。グスタフマックス効果、オーバーレミット1つ使うと、相手のカード破壊できる。ちなみに、デリックレーンの効果にターン1制限はありません。デリックレーンの効果、相手のカードを破壊。
午前試合はほっといてよくて、パニッシュメントね。対象はナックル。なるほど、ナックルは別にいいんじゃない。ナックルは結構どうでもいいや。割とその打点が高いからドラゴンパニッシュメント打ちにくいんだろうね相手。めちゃくちゃ打点高いだから、そのなんか今3200以上のモンスターなんか入ってないじゃん、あんまり。ヌドソーね、オッケー。ヌドソーは全然大丈夫で、ヌトス効果発動、あ、もう勝ったかこれ。じゃあさすがに無効果があるん でヌトスで対象取るかっていう話には、チェーンしてスピリオルドラ打って、で相手の伏線開いてくるんだったらレギュラスで無効すればいいので、多分これはもういきましたね。あー、ラビリンスだったのね。はいはい、なるほど。で超ド級砲塔列車グスタフマックス効果でオーバーレイミットを使ってスピリオルドラを対象に取り、このモンスターはこのターン何の効果も受けないという史上最強の体勢を得る。これによって相手のヌトソーは効かん。セットし直す。了解。そしたらグッサクマックス1体でオーバーレイネットワークを再構築。ランクアップエクスチェンジチェンジ。あ、ランクアップしてねえかこれ。あ、ランクアップしてるか。ジャガーノートリーベ効果、オーバーレイネットを1つ使い打点を6000にし、デリックレンド効果発動。相手のセカードを剥がしていく。あぶねえ。クソあぶねえカードセットされてんじゃん。やべえカードセットされてんな。キングレギュラス君が一応無効にいけるからあんま関係ないけどな。バトルレイス行こう。ジャガーノートリベダイレクトアタック、ドーン。危なかった対戦、ありがとうございました。はい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 、誘発来てくれただけでもありがてえわ。このデッキ普通に先行取られて誘発0枚とか余裕あるから、ね、あー、竜装権限は裏打つしかないですね。ここぐらいしか打つとこないです、あのデッキ。ガンマやめて、ガンマやめろ。墓穴、まあ、墓、うん、まあ、相手の裏のも腐るからまあいいか。墓穴はこれどこまで行きますか。石章バロネスまで行きますか。いや、マシンナーズリフォーメーション取るかどうかやね。ハーベスターとマシンナーズリフォーメーション両方とも止められるとさすがに俺もきついと言ったところ。バックウィー、オッケー。ロイヤルかっこいいね。そこまではいきますよね。これでエンド、オッケー。双剣安定はない。いや、マシンナーズリフォーメーション通ります。弱えな。アンクラスペア毎回引いてんな俺。そしてめちゃくちゃ引くなこのモンスター。まあ通んないっすよね、通んないっすよね、通んないっすよね。通るわけないか。手札一番してたもんな。無効に死毒だもんな、こんなもの。しない、マジ通った。なんか謎にマシンナーズリフォーメーション通してくれんだ。へえ。じゃあまあ一応フォートレスと、いやこれカーネルしかないな。でフォートレス特殊召喚はしましょう。相手増字は一応墓穴打ってんだけど、墓穴に無効にしてくるんだったらもうこれこのターンに殺しに行くわ。増殖ステージ貫通して増字あったら打ちそうだよな。もうマシンナーズフォートレス見えたらどうだろう。石章ね、はい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 、オッケー。石章効果でハーベスター対象に取る。了解しました。で石章が止められてハーベスターは無に帰されるが、リンクはできんのか一応。でハーベスター効果発動してレベル9合わせて、あー間違えた、あー向こうになってノーマスでした。やべえ、ゴミみたいなプリングした、やばうわー、クソ無駄打ちしたわ。ハーベスターの効果最悪や、完全に忘れてた。今さっき無効にされたばっかだった。何してんだ俺。バレスティックシューターの効果は別にこれ通らなくてもカーネル出てこれるんで多分なんとかなる。でバロネスシャート、バロネスだったらさ破壊してくれるからさ基本的に無効にして、だからさカーネルは絶対どっから出てくるんだよ多分無効にしたところで。これ通す、あ、向こうにしてくる、オッケー。じゃあバロネス君使ってくれたということで、まあとりあえずパルスティック、バリスティックシューターは爆破される。ただ地属性が破壊さ、地属性機械が破壊されたから自分の墓地からカーネルが蘇る、オッケ
いやーこれミスったな。ハーベスターとかいうモンスターの効果完全に使い損でした。損でもねえか、でも墓地から見られてこんねえかこれ。はい、なくて、はい、行くで、用意できないんだよな、モンスターが。前にモンスター用意できるんだったらカーネで効果ここで使っちゃって盤面爆破しに行くんだけど、いないんで、まあこうしてエンドじゃないですかね。で、まあカーネルを破壊するか、もしくは墓穴を破壊するかに選択肢を迫れるんだけど、墓穴だったらまあ一応撃てるから、まあ相手爆矢とかね、墓地あるからこれ止められればなんとかあんじゃないこれ。次のね、このターンの初動が止められるから、どっちを破壊するかですよね。どうしますか、どっち。そっちなんだ、なるほど。じゃあ、まあ、チェーンして撃ってバクヤ、龍炎バクヤ、どっちだろうな。石器章でもいいな。バクヤか、さすがに。さすがにバクヤ。これで一応、カーネルの効果が一応発動できるんで、多分相手これ展開できないですよね。フリーチェーンで3000以下破壊されるんですよ、これ。今。だから、多分なんか何出しても、まあ、バクヤは無理だけど、何出してもあんま展開できなくて、相手結構辛いと思うんでね。まあ、バトルしてくるよね。まあ、そんな気がした。これは使っても使わなくてもあんま変わんないから。これカーネルの構えできたら強かったんだけどな。無限カーネル生成時刻ができたんだけど、ちょっとカーネル1枚しか入ってないんでね。意外とね、未確定の後ろ結構うざいよね。トリッキー、すげえカード入ってんな。なるほど、トリッキーは珍しいわ。やばい、普通に動かれる。普通に動かれる、きつい。なるほど。レベルを上げる。なるほど。いや、上げる。5、5、4。さあ、超方から出んの、これ。ウォルグライエ。ウォルグライエは強えな。なるほど。あれ、効果が発動するために打点が上がって、で、4000以上になってると、なんか相手のカード全部バウンスできるみたいなね。効果ですよね。オッケーオッケーオッケー、了解。了解しました。ドロー。過密、悪くない。マシンナーズ逆にも召喚。効果発動。一応マシンナーズ持ってこれるような効果。さあ、どうしますか。あー、強いね。このルインフォース持ってこれれば、多分全然返せたんだけど、そのうららはさすがに強いな。これどうしようか。自爆特攻をして、マシンナーズぶん殴りに打点超えらんねえな。打点超えらんねえか。これはですね、こうじゃない、こうじゃない。で、一応こっち出しといて、で、こうでしょ。自爆特攻する必要があったかと言われたんだけど、普通にぶん殴ってもよかったけど、まあ、いいや。これぶん殴って一応カーネルだけ置いといて、これでセットしてエンド。いや、これでウォルフレイの効果がなんか発動してくれると嬉しいな。もう一回効果発動したらさ、4000だもんね。そしたら、ああ、でも普通にバトルしてくるよね。あー、痛いね、痛いね、厳しいですね。なかなかに厳しいですね。これ次のモンスター効果であいつ4000なんだな。ハーベスター強い、ハーベスター強い、さすがに。オッケー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 、ハーベスター召喚。これうららって言われたらさすがに泣く。まあ、そしたら神つうちとか分かんないんだな。ブルータルドーザーでいいな。ブルータルドーザーで、ウォルフライエ効果で打点が4000になると。で、これでもう全バンス効果を飛ばせるようになってしまった。でブルータルドーザー効果でハーベスターをリリースしながらブルータルドーザーを特殊召喚。でブルータルドーザーの効果を発動。デッキから無限起動をなんか出してくるよという効果。さあ、どうする。スクレイパーかな。たまってるからスクレイパーだな。さすがにスクレイパー。はい。で、レベル5のモンスターが2体でオーバーレイをするぞ。ウォルフライヤー効果、うるさい。はい、うるさい。
うるせえ。よし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 。レベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。現れよ。無限起動。リバーストーム。そして、リバーストームのモンスター効果を発動。オーバーレイユニットを一つ使い。デッキから、機械族、地属性モンスター相手を手札に加えることができる。もちろん手札に加えさせてもらうのは。召喚器使いましたか。これ、ボックス持ってきて、あれですね。フォートレスで捨てましょう。で、ボックス効果。これで、いや、これトレンチャーですね。トレンチャー捨てまして、で、フォートレス効果を発動。フォートレス効果によってトレンチャーとボックスを墓地を送って、自身を特殊召喚。さらに、自分の墓地に存在する、トレンチャーの効果使ってハーベスターいるよね。ハーベスターいる。ハーベスターいるから、トレンチャー効果。オーバーレンジを一つ使って、ハーベスターで、ハーベスター効果、レベル9合わせて、でレベル9のモンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、現れよ、無限起動、アッシェイカー。さらに、リバーストーム1体でリンク召喚。召喚条件は、リンクモンスター以外の無限起動モンスター1体。あらあれろ、無限起動ゴライアス。さらに自分の墓地のブルータルドーザーのモンスター効果を発動。自分のフィールドのリンクモンスターをリリースし、自身を特殊召喚。まあ、ここにそこまであんま意味ないんだよね。本当にリンクモンスターをどうでもいい、一応発動する。なんかゴライアスを墓地に送りたいだけなんですよ、これ。ひたすらに。あ、今使わなくてよかった、これ使わなくてもよかったな。これあれだな、アースシーカーで爆破したときにバースシーカーに入れればと。まあいいや。アースシーカーの効果、オーバーレイトを一つ使い、スピードのカードを破壊していく。そして、うおー、お前よく破壊してきたな。マシンランスカーネル特殊召喚。よし。そして、満を持して、無限起動、スクレイパーのモンスター効果を発動。このカードをゲームから開始、自分の墓地に存在する機械族モンスターを5体対象に取り、そのカードをデッキに戻し、俺はカードを2枚取らせる。うおー、貪欲な無限起動、神神、マシンナーズリフォーメーションを発動。マシンナーズリフォーメーションの効果により展開奏者を墓地に送り、マシンナーズモンスターを手札に加えていく。はっ。さらに自分の墓地に存在するマシンナーズフォートレスの効果、ルインフォースを墓地送り、自身を特殊召喚。これがマシンナーズの展開力だ。バトル、いけー、つえー対戦ありがとうございました。どう、みんなもマシンナーズ使おうぜ。あー、なるほど、ハンド的にはなんか悪くなそうだね。結構相手の盤面割と貫通してぶん殴っていける可能性あるね、このハンドだと。セリオンズリングもあるんで、セリオンズキングレギュラスが出せるし、悪魔城リリスかいうガチでやばいモンスター来たな。リリスか、トラップデッキはちょっとめんどくさいんだよな。タクティカルエクスチェンジ、何これ。いや、やべえ、わけわからん、わけわからん、わけわからん謎のカードがセットされている。なんだその謎のカードは。あ、伏せすぎ、伏せすぎ、あ、伏せすぎ、伏せすぎ、キモすぎ。ハーベスター悪くない。あー、魂かー、めんどくさいなー。うん、じゃあセリオンズリングは使ってはならないといったところですね。でもモンスターだけで展開できそうなんで、なんとかなんじゃないかな。アオルザークの効果発動、はい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 、いいでしょう。タクティカルエクスチェンジも何する人、え、破壊しちゃうの。あ、あれか、なるほど、バレット、あ、これあれか、破壊した時のザークの効果使ってるのか。シンクロエクシーズペンデラモンスターの効果無効化されるんだよね、確か。効果発動できないか、効果発動できない。シンクロエクシーズ融合モンスター効果発動できない。いや、さすがに強い。撹乱作戦、
やばい。クソハンデスタだ。ちょっと待って、なんとかなるかな。マシンナーズ結構墓地効果あるんだよね。いやこれなんとかなるかな。これトレンチャー効果発動。いやこれ意外となんとかなるかもしれない。耐えろ。ハーベスター、ハーベスターを特殊召喚する。これ耐えるか。ハーベスター特殊、このなんか全破壊されたけどザークの効果で、やべえ、かく乱ザークとかいうガチでやばい。いや今融合シンクロエクシーズの効果は発動いいんやけど、一応リンクモンスターの効果は発動いいんだな。レギュラーさん一応墓地にいる。頼む、ここでスクレイパーの効果使って俺はドローにかけるしかねえ。無限起動スクレイパーの効果を発動。無限起動スクレイパーの効果により、墓地で存在するモンスターをめっちゃもうデッキに戻して、ランク5もな、作っても意味ないんだもんな。これ普通にさ、だからさ、あれでしょ、ただ単にモンスターで突破していくしかないよね、あの盤面いるしかねえ。弱えー。弱すぎるだろ、ふざけんな。ガチでやることないわ、ガチめにやることない。セットツードロー弱すぎたマジで。ちょさっきからツードローめっちゃ弱いんだけど、あ、激凛はやばい、激凛はやばいって。ダメそれはダメやばいやばい、四天竜全部出てくるって、やばいって。あー強え、強いって。自作自演ザーク、マジでやめて。くそ強いやんけ。